高橋川崎市長、慶応大学の鳥居塾長らがモニュメント創造の芽生えを除幕。去る7月3日、慶応大学の研究施設 K スクエアタウンキャンパスがオープンしました。これは JR 新川崎駅周辺の広大な旧国鉄操車場跡地を有効利用しようと、市と慶応大学が連携して進めている新川崎創造の森計画の一部が完成したものです。市内の子どもたちや市民の皆さんがそうした新しい研究の最先端に、当日行われた開設記念式典では市を代表して高橋市長が挨拶。今回誕生した K スクエアタウンキャンパスでは、情報科学系、環境科学系などの分野で最先端の研究活動が行われ、市では研究の成果を役立ててもらおうと、大学と地元の企業や市民との交流を進めていきます。特に市民のためのワークショップや各種セミナーをはじめ、川崎科学塾などの開催も計画。このように新しいスタイルのこのキャンパス、次の世代を担う子どもたちの科学技術への夢を育む場となるように大きな期待が寄せられています。